えー、今回もクリプト AI ロボについてお話ししようと思います。暗号 AI ロボって書いてますね。私がつい数日前紹介した時にいくらだったか覚えてます、えー、?20 円です。11万倍になった時に20円だったんですよ。それからですね、すぐに30円になりましたけども、あれから1日間を置いて今、さらにそこから5倍6倍に161円にり、えー、伸びましたね。 どうでしょうかこの7日間のこれが即席ですけどもどうですか注目するコインというのはこういうことを言うんだと思うんですよ。なんだかね、ICO がどうとかなんとか言ってる場合じゃなくて上場後のコインでこういうふうに誰にも知られてないんだけどもポテンシャルを秘めている。そして動き出したコインに対してすぐにアクションを起こせば利益がしっかり取れると思いませんかもう一回これ MAX 言ってみましょうかこのクリプトエア a i ロボが生まれて 今日まででのの価格の推移ですご覧のようになっておりますね。前回紹介した時は上場後すぐに高値を指し示したところに並んだと言いましたけどもそこからぐっと急騰してるわけですよ。こういうふうに暗号通貨個別銘柄を見るならなんだかいつまでもね うだつの上がらなないコインを見ててるんじゃなくてビットコインやイーサリアムに目を奪われてはなくてうそうですね今87位になりましたけども最初に紹介したときって300数十位だったと思うんですよだからいつも言ってますように700とか800ランキングのね1000位を飛び出てないやつナンバー1000、えーね、サザントですよ700とか800番のコインに目をつけているとこういったコインは見つかります えその他細かいことは言いませんけども、現在161円で、まあ、さらに伸びてるかなと。ただ、ここから私は、この暗号通貨 a r ロボに乗っかることはあんまりお勧めしませんね。ここら辺でもう来ちゃってるんじゃないかなと思います。えー、ですんでね、この話題もしばらくお休みしようと思います。はいえー、今回もこういった、もう爆伸びしたコインをね、紹介して、今回の話題終わっていこうと思います。